アメリカでも発売になったんですよね。はい。でこんな感じです。出た、完売なんですよ。30万台完売。 XBOX は初回30万完売、キューブは70万完売。うおー。で年内目標が、150万台。そうですね。で任天堂キューブ130万台。ものすごいですよ向こう今で、ね、結構ねタイトル的にもね、はい、いいんですよ。あのこれローンチの一番最初のタイトルなんですけども、はいはい、ウェーブレースってアメリカで64で200万本ぐらい売ってるんですよ。あ、その、まあ、ルイージマンションのトップでウェーブレースが2位で、ね、タイトルも結構出てるんですね。出てるんですよ。これ初回でも揃ってるんですよ。スターウォーズ、スターウォーズがこれまたキラータイトルなんですって向こうでは。ものすごい数売れるっていう話なんですね。しかもですね XBOX なんと19タイトルも揃ってるんですよ。すごいなおい。デッドアライブね、デッドアライブいい出来でしたね。ヘイローも面白かったですね。やっぱソフトが揃ってるっていうのは大きいですよね。逆に言うと来年の2月の発売の時にこれの中の厳選されたものとかまた出てきますからね。なるほどね。ハマさん自体はこの中でやったタイトルとかあります？やっぱデッドアライブの出来がすごいですね。決まったんだよ、また意地でも胸を揺らしますなあのゲームは。多少のことは犠牲にしてでも揺らそうと思ってるんですか。アメリカはこうやって結構売れてるんですけど、で日本どうなのかなって。はよ、スマブラ気になりますよね。これでもおっしゃってましたけど、スマブラこんな感じで売れてます。おお、ね、1週間でほぼ1日ですね。出荷が50万本大体、50万40本のうち、売れたのが35万7101本で、買いね、ほぼ1日ですからね。すごい。しかもその 36.2% がゲームカードごと買ってますからね。ハードは超えたくれてます。すごい。1日です。13万台。この13万台っていうのは13万人でやるわけではなくて、例えば50万人でやる可能性があるわけですよね。 その時にもう一波ありますよね、スマブラっていうのは。実は来ます、クリスマス前にまたダーッて来ますよ。だから PS2 値下げしたでしょ。そうなんですよ。でも電光石火だったでしょ。すごかったですね。いきなり2万9800円ですって言われて、ずっと決めてたんだろうけど、いつからっていうのを出さずに、あいつは売れてるぜやるしかないみたいな感じだったのかもしれませんね。すごいな。これでまた PS2 も伸びると思いますよ。そうですね、また PS2 いくと思いますよ。PS2 といえばネットワークなんですけども、はい、こんなお金かかっちゃうんですよね。ネットのために新しく購入したもの、ハードディスクドライブユニット24,400円、はい、でキーボード4,200円、はい、マウス3,600円、モデム9,429円、合計で37,629円。ハード入れたらだから7万円ぐらいかかっちゃうんですよね。7万はでかい。でかいですよ。ちょっとまだ高いですね。でもそこが逆に言えば XBOX が切り崩せるところなんじゃないですか。そうなんですよね。あれもモデルもハードディスクも入ってますからね。入ってて向こうで300ドルぐらい出てますから。そうですね、こっちのお金で3万6千円ぐらいでしょ。そうそう、ね、大穴なんだけれど勝ち馬になるためにはその辺をうまく言ってくることとか、あのソニーとかがあの安全策でネット対応のゲームを出していこうと思ってる中に、どんどん面白いネットゲームを先に投入していくとかしないと、ね、ちょっとね、そういう意味じゃ ねひっくり返ることはないですもんね、なかなかね。今後じゃあどのハードかとかソフト次第っていうのはあるじゃないですか。でかい、ソフト次第。これがあのプレイステーションの各ハードごとにこんだけいいソフト出るんですよ。バーチャ4がもう来るんだ、1月31日、これもすごいんですけど、これすごいですよ。え、これどうこれどういう意味、これの、外伝ってこと、いわゆる。はあ、結構大きいですよね。これでかいな。 S 社のですよね、やっぱそれ終わりですよ、それで。ダメですか。アルファベット二文字しか僕言ってないんですよ。ですよね、ドキって感じですね。やめましょうよ、もうこれ数字もダメなんですか。今のもう一つしかないからやめてくださいよ、もう。任天堂の方行きましょう。任天堂結構いいのあるんですよ。任天堂どこぐらいからラッシュが来るかなんだよね。あ、俺はここが難しいと思う。これね、俺僕はバイオハザードすごく楽しみにしてるんですけど、バイオハザードの出しどころがすごい難しいと思う。そうですね、これ大人の人がやるんですね。僕は全然何の反対もないし出したいんですけど、世の中がまた大人アレルギーなお母さんお父さんがいますから、それのこの勝負どころ難しいなと思いますけどね。だからなんかラインナップをこうやって見てるときに、もう一つ残らず面白そうじゃないですか。そうですよね、一つ残らず面白そうだ。ホームランの数には何の問題もないんだけど、ただヒットが見たかったりとか三振でもいいから、なんか打席にいっぱい立ってる方がすごいいい選手に見えるってことで言うと、そのゲームキューブの弱点はそこは弱点ですよね。数ですね。ただホームランの数は見事ですけどね。そうですね、頼もしい任天堂。はい。
Xbox の最後ですけども、はい、うん、鬼武者デッドアライブ、これがもうキュートファンって感じ、一番最初来ますね、はい、でも意外ね、ジェットセットレディオフューチャー、ジェットセットレディオは面白かったんだけど、このハードディスクの使い方によってはより面白いと思うんですよ、うんうん、そうですね、僕ね、お正月にねアメリカに行くんですけど、はいはい、アメリカで Xbox 買うことに決めたんですよ、あ、アメリカでも1台、あの DVD プレイヤーのアメリカ版のやつ僕欲しかったんですよ、アメリカの DVD 見るためと、アメリカの新しいゲーム買うためにこう買おうと思ってるんですけど、結構アメリカだけ発売で日本で出ないみたいなソフトの中に面白いものがありそうなんで、損はねえなと思って、これね本当に分かんないで、ここがあの両馬場だったら全員すごいスピードレースだと思うんですけど、不況、はいはい、っていうすごい重馬場の中にいるからなるほどね、どれが飛び出すかわからない状況っていうのになってるじゃないですか、はい、そうですね、うん、こんなにいいもの同士が出てくるのに、うん、負けたものに関しては泥だらけになりますから、うん、ドリームキャストは戦いに負けたけど長く頑張れたじゃないですか、そうですね、僕ああいう状況じゃないと思いますよ、うん、今回は負けたハードは早くなくなるっていう、今日は何から話しましょうか、ね、はい、韓国がすごく今ゲームが面白くてですね、はい、でこの間ちょうどゲームショーがあったんですよ、韓国でデジカメ撮ってきたら映像あるんですけど、お、見てみてください、はい、韓国のゲームショー変でね、うん、コリアンアミューズメントワールドゲームエキスポ2001なんですけど、うん、略すとカメックスになるんですよ、うん、カメックスですか、なんかよくわからないですけど、はいはいはい、面白いのはですね、ええ、ショーとかの入り口に、はい、テープカットとかやるんですけど、うん、韓国の政府の高官とかずらーっと並ぶんですよ、日本じゃあんまりないですね、考えられないことですけど、あんまり政府と関係なくやってますもんね、韓国ね、ゲームにものすごいね、国策として力入れてるんですよね、じゃあ会場もでかかったじゃん、これあ、小さいですまたなんか盛り上げ間違いですよ、新春早々僕大盛り上げ間違いですよ今の面白いよね、韓国ってねこれ韓国のゲームショーの1シーンなんですけど、はい、日本みたいでしょ、なんかキャラクターがねすごい日本なんですよ、これ韓国のオリジナルゲームなんですか、オリジナルゲームなんです、で韓国ってなんか日本のアニメとかを見て、うん、でアメリカの PC ゲームとかやってるとちょうど中間点としてなんかこういうものが出来上がってくるんです、なるほど、はいはい、これはハードは何ですか、ハードはね PC が多いんですよね、はい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 、でそれとゲームセンターがすごい活発で、はいはいはい、音ゲーがねめっちゃくちゃ流行ってるんですよ、これはねビートマニアみたいなもの入ってるんですけど、だって ドラムマニアっぽいですけど、これ実は箱に入ってて、はい、これインターネット向こうブロードバンドがもう家庭に普及して50発超えてるんで、はいはい、この箱の中にブロードバンドでデータが転送されてきて、はい、何百曲の中から選べるっていう状況が、それこそもうカラオケボックスみたいな状況なんですね、カラオケボックスビートマニアみたいな、ドラムマニアみたいなのがね平気であるんですよね、これね韓国ゲーム支援センターっていうのがありまして、そんなのあるの、13階建てのビルがあって、はい、そこはゲームを作りたいっていう人は選考がある人ですけども、うん、はタダで借りられるんですよ、全部回線が整ってて、うん、13階の屋上にはモーションキャプチャースタジオがあって、はい、でもう会社の学校の鍵室とかみたいに、はい、でもう順番で何枚書いてみたら使えるんですよ、じゃあ向こうで言ったらファミ通なんて政府広報みたいなもんじゃない、あ、そんなもんですよねすごいですね、なんかだからそベンチャービジネス その有料なものにお金を出すみたいに、要するにゲームにそういうことがあるわけでしょ、うん、そうなんです、国の施設をもう貸すからやってよ、いいゲーム作んなよってことですよね、そう面白いですね、少なくとも韓国よりどう考えてもそのゲーム自体は日本の方が進んでるわけだから、今はね日本もそうすりゃいいのにね、抜かれちゃうよ抜かれちゃうよっていう気をね僕見ててすごいしましたね、へー、